AB3 号は黒田夏子による小説。2012年9月7日発売の早稲田文学5号に第24回早稲田文学新人賞受賞作品として掲載された。なお同賞受賞は、はす茂彦の単独選考によるものであった。2013年1月、第148回、芥川龍之介賞を受賞。横書きで書かれた作品であり、 横書きの小説による受賞は、芥川賞史上初。また作者は、受賞時75歳で、受賞時点において、史上最高齢の芥川賞受賞者となった。2013年1月22日、文芸春秋より単行本として刊行された。同年2月9日、同社より、電子書籍版が配信開始された。2015年7月10日、 文春文庫として AB 号、AB3 を漢字体の踊りが発売された。受蔵者から始まる十五の断章からなる物語。主人公は、両親の片割れを幼少時に亡くしており、もう片方の親も最近亡くしている。小学校入学の際に二校の選択肢があった、幼少時代についての夢をきっかけとした追想が始まる。早稲田文学で新人賞を取った。その際に、 はすみ彦による戦票における普通の形式で書かれていないというだけの理由でこの作品を読まないのは損だという意味の文言が抜粋され推薦文として単行本の帯に載せられた。中野緑はサンデー毎日の連載コラムで2013年3月3日号で高く評価した。最初はあざとい実験作と思ったが読み進むうちに面白くなった。 第一章のタイトルである受章者という造語が気に入った、などと書いた。小屋の厚氏は、アマゾンドットコムのレビューで最低点である星一つの採点をし、新人賞公募なら一発で跳ねられる水準の作品だが、ハスミが褒めたから、芥川賞などを受賞できたのだと述べた。山田恵美は、自分は、絶対に書かないと決めた書き方で書かれているので、読んでいる、感情。 くすぐったかったし、前編に漂う、一人うっとり感にも、違和感を覚えたと述べた。他の選考委員が前衛と言ったが、一昔前の前衛ではないかとの疑問を提した。村上龍は、洗練されすぎていて、芥川賞には向かないが、この作品が受賞したことは嬉しかったと述べた。ブックアサヒドットコムの記事、AB35、黒田夏子単行本文言春秋ブックスハット、 AB35、黒田夏子電子書籍文芸春秋ブックス、文春文庫、AB35、感受体の踊り、黒田夏子文庫、文芸春秋ブックス本作品を、表題作とする単行本の帯。まあ普通に、新人賞に応募したら一時予選では寝られる類。 www.amazon.co.jp.amazonjapan.2020 年9月7日閲覧。文芸春秋2013年3月号選票より、文芸春秋2013年3月号選票より、ありがとうございます。